死ぬまで3、2、1。バリ、俺死んだ。いや死んでない。いや死ぬ。伝説倒したら帰るか。帰ろ。一緒に行こっか。じゃあ僕は天国で待ってる。いやまた会ったね。それじゃあまた。ふざけるな。今でしょ。ビッグマックを食べた。 2000 years later。 はいどうもこんにちは。 F126 の動画を、戦隊ウォーズで撮ろうと思ったら5連敗になった挙句、戦隊解散後に、3連続でボット戦に連れて行かれたハロアです。ということで今回もモダンオシップやっていきましょう。今回はね、あの F126 を紹介したいと思います。はい、こちら2022年の、9月のあれバトルパスの最終報酬でして、まあね、特徴的なのはね、そのグレラン4枠っていうね、あのえげつないグレランの火力なんですけど、以前まではね、めちゃくちゃ強かったんですよ。ただついこの間の7月のアップデートによってね、F126 が弱体化されてね、あれ他の船は強化されるっていうね、もう実質あれめちゃくちゃ弱体化食らったわけなんですよ。はい、そのままかと思いきやむしろ弱体化っていう。まだそのままだったらまだ良かったんだけど、みんなが強化した挙句、F126 は弱体化されたっていうことでね、早速こいつが現環境どうなのかっていうことで、早速やっていきたいと思います。でまああれ体力は409,500で、速度は 26.5 ノットっていうことで、速度はなんか上がっていますね。速度は上がっています。ただ体力が削られてしまった。でまあミサイルはね、1プラス1の2枠で、艦砲1枠で、グレネードランチャー4枠で、ヘリですね。で自動艦砲2枠と防空2枠ということでね、他の船と比べて防空も薄い。なのでちょっと前線で戦うのは厳しいと思うんですけど、早速こいつを使ってやっていきたいと思います。ちなみにね、イベントが始まりましたね。はい、こちら、日本の海の日のイベントということで、早速ね、100ゴールドを受け取っていきましょう。で、マヤの価格なんですけど、マヤはね、一番最後まで行くとね、あれ、5600円っていうことでね、なんかニューハンプシャーよりも、なんかちょっと高いような、高くないような、まあそんな感じですね。ちなみにパックだと1万4000ぐらいかな、になりますね。はい。でね、ガチャの報酬なんですけど、こんな感じですね。なんと今回のガチャ、アートコインが手に入るそうです。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、果たしてアートコインは、確率どうなっているんでしょうかね。で、あとはこれ、なんか旗ですね。で、あと30式40ミリ電磁加速砲が、入ったんですけど、読みが当たりました。はい。再販前にね、売りました。売ってよかったです。F7 と30式と出雲をね、売ったんですけど、なんと30式、命中しまして、見事ね、暴落から避けることに成功しました。で、F7 と出雲は来なかったのでね、まあ、あれ、F7 は買い戻していて、出雲もね、まあ、いずれ買い戻す予定です。で、続いて、ガチャ、ASW ロケット。とっていうことで、グレネードランチャーですね。激強グレネードランチャーが、再販されてしまいました。それによってね、価格がね、めちゃくちゃ暴落してますね。はい、見てください、この暴落の仕方。2600ぐらいから一気に1500まで下がっています。こっからどんどん落ちていくよ。なんなら ASW 欲しいですね。でその他、報酬としては、まああれ迷彩かな、迷彩ですね。あれ、イージスヤマトの、迷彩と、あと、なんと、イージスヤマトがリガチャで手に入るっていうことで。まあ、その代わりね、確率がめちゃくちゃ低いんですよ。まず、アートコインが 2.5%。おぉ、2.5% か。結構高いですね、アートコインの確率。これは無課金にとっては嬉しいですね。ぜひ、この期間にね、貯めまくってください。続いて、30式は 0.3。これもまあ、高い方かな。
で ASW ロケット、これは以前は 0.15 だったけど 0.02 下がっていますね。そしてイージスヤマトなんですけど 0.05 から 0.03 になったということで、確率が約半分になりましたね。以前スワードシップだったっけ。でスワードシップの、ほぼ半分の確率でしか出ないということで、非常に出すのは難易度高いと思います。ということで早速 F126 をね使ってやっていきたいと思います。ちなみに受信箱にゴールドあるのを忘れずにということでやっていきましょう。はい、ということで1戦目は失われた都市ということでやっていきましょう。いや失われた都市はね本当にねめちゃくちゃ厳しいですよ。その F126 って近距離特化やもんで、あの遠距離で戦われるとさすがに火力負けするんですよ。なので、あの接近して戦っていきたいんですけど、接近したらしたらでね、あのボコられるんですよね。なのでこれはどうするのかっていうと、もう味方に寄り添ってだんだんあれ押していくしかないんですということでやっていきましょう。早速狙われていますけどやめてください。おお、ドンスコイか、ドンスコイ出てんの。ほい、ということで X51 当てていきたいと思います。今の当たらないんかーい。オッケーオッケー、当たってる当たってる。ということで、まあ遠距離で戦われると火力負けするんですけど、まあとりあえず今はこうやって戦っていくしかないので、あのもう地道に削っていくしかないです。ということで X51 はしっかり当たるんですけど、オッケー。ということでゴルシコフがなんか突っ込んできているので、これあのゴルシコフちょっと潰したいなと思います。ということでグレランゴー、うん、普通に当たらんかった。ということで X51 はまあ当てていきたい。ということでね、あの接近してきたゴルシコフをやっていきたいと思います。っ当たる当たらないか。ということでそこ見えてますよ。逃げれませんよゴルシコフ君、もう前に出ちゃったんだから。ということでグレランの暴力が始まります。はい、ありがとう。っていう感じで、まあ接近戦は得意なのでね、あの詰めれるならどんどん詰めちゃいましょう。ということで目の前に空母いたんでね、あの空母やっていきたいと思います。これ今味方と一緒にね、あの進めてているので非常にいいですね。ということでグレランで、はい、やっていく。まああれ接近戦に持ち込めたら、まああれやっぱり F126 なので強いんですけど、こういう風に今遠距離で戦うってなるとグレランね、あの当たらないんですよね。偏差このぐらいかな。うん、グレランあんまり当たらないんですよね。ということで、あとスワードシップやもんで遠距離だけど、まああれうまく戦っていきましょう。いいね。ということで、そこでちょっと進路変えるか。おい。っていうことで、F126 は遠距離苦手なんですよ。なので、早めにやりたいかな。魚雷も来てるし。OK! やったー。ありがとう。まあ、たまたまうまくいきましたね。はい。たまたまね、うまく戦いました。はい。ということで、2戦目やっていきましょう。2戦目は嵐ということでね。早速やっていきたいと思います。いやー、遠距離戦にはね、あの持ち込ませないようにうまくあの相手の隙を狙って近距離で戦っていくのが、この船の強みなのではないかなって思います。そのずっと距離取られていたらね、やっぱり火力で負けてしまうので、それだったらね、あの接近してね、あのグレラン4枠の力をうまく発揮してもらいたいなって思います。とりあえず戦闘機やったからいいけど。ということで目の前にはシーロルフがいますね。さてシーロルフちょっとグレラン撃っていきますけど当たるかな。ちなみにグレランはね、あの FQF 君を使っているんですけど、まあこいつおすすめかっていうと、まあ魚雷消すのには全然おすすめです。あの魚雷消すのはめちゃくちゃたやすいのでまあいいんですけど、ただ精度が悪いので、あれその精度のね、あの悪さを生かして、あの魚雷消すのはありなんですけど、相手に当てようとするっていう意味ではちょっと厳しいかなと思います。ということで無茶に突っ込んできた水売りをやっていきます。はい、ありがとう。いや F126 あれ弱体化されたけど舐めたらダメですよ。接近してきたらこうなりますから。ということでグレラン撃っていきましょう。ここら辺かな。
いいね、当たってるね、オッケー、ナイス。ということで、これはもう詰めていきましょうか。うまく敵の隙をついて詰めていきたいなと思います。ということで、グレラン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 、うん、当たってるは当たってるんだけど、やっぱ精度悪いね。ちなみにね、あれ他のグレランだったら何がおすすめかっていうと、魚雷をさらにあれ消したい、あるいは体幹の火力を強くしたいっていう方はね、あの今月のバトルパスで手に入るあの A22 とか、あともう体幹だけにもう全てをかけたいっていう人はもう HJJ を積んでくるといいと思います。ということで、キリンをね、あのグレラン4枠で誇っていきたいと思います。お、体当たりしてくんの？ラムアタックしてくるやつ、ちょっと初めてだわ。初めてっていうか珍しいね。ということで、X50 がこんな風にしてね、あのうまく避けてきます。いや、ラムアタックはなかなかねえぞ。勇気あるなぁ。ということで、ありがとうございます。いやー、ダメージはあんまり出ないですね、やっぱり。ただ特攻には向いてますね。はい、ということで、ラストは失われた都市、やっていきたいと思います。で、まあ、あれ、グレランの、まあ、あれ、グレランってね、いろんな種類ありますけども、あれ、HWW とか、なんか、F9F とか、A22 とか、タイプ726とか、まあ、いろいろあるんですけど、立ち位置としては、A22 は、魚雷に特化している。で、タイプ726は、まあ、全体的にバランスがある、グレランでして、で、HJJ はね、もう体幹に全てを振った構成となっています。ということで、これちょっと、めっちゃひねらわれてますね。これやばいですね。これ攻められないんですよね。そして防空も弱いので、普通にミサイルも当たると。さて、これはきついなぁ、きついなぁ。きついなぁ、艦載機からも狙われているので、もうちょっとどうしようかなってめちゃくちゃ考えているところなんですけど。これちょっと下がろっかな。無理。F126 無理。F126 無理っていうことで。まあこんな感じでね、狙い撃ちにされるとね、防空がね、薄いのでね、ミサイル普通に取っちゃいます。で、あと体力もね、結構平均よりもちょい下なのでね、やられやすいです。ということで。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いやーね、F126 弱体化されてかなり弱くなってしまいましたね。はい、ただグレランは4枠あるのでね、まあ潜水艦で、まあボコりたい方は、まああれ、F126 は、あれって全然持っていていいと思います。ただね、ベルゴロドに関してなんですけど、ベルゴロドに関してはね、グレネードランチャー4枠あってもね、魚雷を消すだけでね、漢字の本体にはね、攻撃ほぼ通らないので、まああれ、ベルゴロドのために買うのならちょっとそれは避けた方がいいなって思います。で、まあ正直この船は、現環境どうなのかというと、やっぱり厳しいです。防空薄いし、ミサイルとか四方の火力もそこまで出ないし、っていう感じで、まあ接近戦に特化した船などでね、まああれ接近戦でね、相手をボコりまくりたい方はこの F126 をおすすめします。ということで、今回の動画は終わります。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画は終わります。バイバイ。